ちの事務所です。送りバントの高山会長ごとです。YouTube とか TwitterX でブレイクしてらっしゃる方。高山会長 YouTube やってるので、営業マン向けに面白いセミナーやったんですよ。あれ見て感動して、ちょっとしてもやってほしいなって。僕も結構セミナーを営業マン向けに発信したりするんで、もう皆さん飲まれてます。多分あの真面目に聞くセミナーじゃないですか。ラフな感じで、むしろガヤガヤした方がいいな。めっちゃ楽しい。今日は送りバントの高山会長にお越しいただきました。ありがとうございます。はい、営業マン向けにですね、心の折れないセミナーをやっていただきたいということで、はい、ご依頼させていただきまして、はい、今日は快く受けていただいてですね、約1時間にも及ぶセミナー資料を作っていただいたとのことで、皆さんですね、盛り上げて聞いていただければと思いますので、ただいま、よろしくお願いします。永遠に折れない心の作り方というのをですね、今日はお話ししたいと思います。心に折れそうになる、ラーメン二郎が臨休の時です、ね。行った時に臨休とか、結構心がすごい折れる。共感するぞ。共感してるよ。老人の前でライブやったんですけど、何の反応もないみたいな。アポビを勘違い。ね、お客さんがいないとか、こういうのって心が折れると思うんですよ。普通の人だったら、こういうことがあるけど、折れない。これなぜなら、おしぼりって言ってたからなんですね。例えばですね、この、これ、折れますかね。折れちゃう、はい。心を強くみんなしようと思うんですよね。はい、心の強度を上げようと思うと。硬いもんと折れる、あのスマホ持ってます。これとか折れますから。このパソコンとか折れる。全部折れるんですよ。ある硬いものって。ただ、これは折れないです。折れない。おしぼりみたいな、その柔軟性を営業はですね、養うべきなんじゃないかっていうのは常々提唱してるんですよ。心を強く、硬くするっていうのをみんな、どのジャンルの営業もみんなこれをやるんです。ただ、柔らかくするとですね、さっきのこの状況下でも折れない。これ終わった後に楽しくラーメン食ってました。この後に普通食えないですからね。あ、お先行ってお客さんいなかったら、どんな強度を持ってもこういう辛いことで耐えられないんですけど、このスピリッツは耐えられる。心を柔らかくして現地の達人にしていきましょう。達人を目指すためにですね、まず3つ。特にこれ営業の人は絶対そうですけど、金曜日の17時からですね、とか、休みの前の日、明日休むって言った時は、決まったと思って。例えば、その1週間を振り返って、見込み客が空いたな、って。これ決まったと思うんですよ。本当に思い込むんです。決まったらどういうことかっていうと、検討しますって言われた場合は、これ決まったと思ってる。いい提案ですね、面白いですねって言われた時は、もう決まったんですね。あ、やりますって言ったら、倍決まったと思ってください。もう来ないでくださいって。もうあなた二度と来ないでください以外は、全部決まってるから。とにかく決まったと思うんですね。何が何でも休みの前の日は絶対に。さらに達人になるとですね、これって何ですかって言われても 50% ぐらい決まってる。もうアポが取れたと、次の週のアポが取れてた場合、もう決まってます。来週も決まってる。問い合わせが来てたら、それももう決まってる問い合わせ。提案資料を作っただけで、それってもう決まってるんですよ。うまくいったと。思い込むんですね、休みの前に。必ず思い込むんです。そうするとですね、どういう事象が起きるかっていうと、この、ショート、トール、グランデ、ベンって言ってあるけど、まあそれ人それぞれです。ラテの量って、入る量って違うんです。入れすぎてこれ、ラテが溢れちゃうから。一見、君はベンティーだよねって思われても、実はショートの場合もあるし、人って見た目で判断はできないんですよ。だから、これをこぼさないようにするために、土日、その休みの時はですね、無理してでもこれこぼさせたくないから、世の中に本当にこぼしてもこれしかなくて、というかもう一つある。場合ここをやらないために土日は遊んだ方がいいんです。仕事のことなんて一切考えないで、たまにこういうのを土曜日とか日曜日やってくれって言われることあるけど、絶対断ってます。で、遊ぶときに、ああ、どうしよう、来月次の週やべえ、数字ねえよ、どうしようどうしようと思ってると、本当に遊べなくなる。で、遊べないと何も、まあ、それが吸収することもいくらでもあると思うんで、思い込みに成功すると、まず決まったと思ったら、あの、もう遊びましょうよと。遊ぶんだったら、とことん遊びましょうよっていうのが、いろんな遊びやってきたんですよね、その、今回ではラーメン二郎巡りをちょっと例に挙げてやるとですね、一番やった時って、108回行ったんですよ。年間で。来るんですよ。物事っていうのを集中してやると、マジで狂っちゃうんですね。で、狂うとですね、いろいろと気づき、達人と出会うと。例えばラーメン屋でですね、最初から味変する人っている、胡椒かけちゃう人っているじゃないですか。ある程度分かってくると、ちょっと分かってくると、お前何最初からそんなことやってんだと、味変なんかしてるんだとか思うけど、実はその人が200回食べたらどうですか？
もう食べ方分かってるから、最初から胡椒をかけるって、そういうのも所作で分かってくるんですよ。やばいみたいな。一見バカにしてたけど、全然レベルが違うみたいな。最初に全部チャーシュー食べちゃう人がいるんですよ。それは分かった上でやってるから、達人だから。俺たちもちゃんと狂ってくると、そういうのが見抜ける力ができてきますよ。単なる素人だっていうふうに見ないで、本当ただの素人の場合ももちろんあるんですけど、その後所作とかで全部わかるんですよ。連携がないから前連携持ってくる人とかもいたりとか、結構そんなのありなんだとか、いろんなことが分かってくるんですよ。来るって物事に集中、なんでもいいんですけど、ラーメン二郎行くのって3時間かかるんですね。例えばじゃあ目黒行ったとした場合、まあ1時間かかる、1時間待ちます、15分で食べます、1時間かけて帰りますって、約3時間かかるんですよ。3時間っていうのは遊ぶ時間だから、その3時間を得るために仕事を早く終わらせなきゃいけないから、ある程度の数字も必要になってくるから、効率的に遊ぶ時間の確保。まあ、金がかかる趣味だったら、金必要だなと。お金を稼ごうって気になるんです。一番知らなきゃいけないのは、浅はかさを知るんですね。世の中には上には上がいるから。最初はもう 100% も食ってんだ、みたいな。でも、去年一番食った人って、800杯でも食べてます。量もそうだし、前レンゲ持ってくる人も、豚を全部食べちゃう人も、最初からそういう極めし者にあってですね、自分がどれくらい浅ましい人間で、無知で、無学で、努力が足りないんだとか、才能がないんだっていうふうに思えるんですね。で、その思えることってすごく重要で、すべてにおいて言えるんですよね。その、例えば資料を作るにしても、提案するにしても、本当にこれでいいのかなとか、そういう浅はかなことを知れば知るほど、趣味って教えてくれるんですね。上には上でいるから。だから、こういうの一度ハマればもういろんなものに応用できるんですね。横展開ができるんですよね。人はそれぞれなんですね。今の話も、お前はなっていう、鵜呑みにしないということを、どんないい話でもですね、どんな素晴らしい営業が保険でですね、毎年10億売ってる人の話でも、お前はなという、よかったですねって。この精神は絶対忘れない。鵜呑みにしちゃいけないということ。それが分かると達人になってくれる。折れない心を持つために決まったと思ってください。休みの前にはもう全てがうまくいってる。遊ぶんだったらもともと遊んでですね、その狂ったぐらい遊びましょうっていうことと、人の話を信じないというかですね、いちいち鵜呑みにしないと。本当に人はそれぞれだと思います。だからそれをやらない。上で折れない心。保険代理店で働くなら、オールワンエージェント。ここですよね。普段どこで営業されてますか？まず、船先が大切なのはね、イメージ。うるさい、チープ、間違い探しが難しいって、もやもやする。ドリンクバーってやっぱし人を冷静にさせる。特に保険の営業とか、ドリンクバーを組みに行くじゃない、私が行ってきます、みたいな。その間にやっぱし冷静に考えますよね。嫌じゃないですか。そのロスタイムというか、そのテンポとかもずれるし。特に保険、ライフプランを考えるものに関して、俺はサイゼリアが一番決まると思います。これ理由がですね、サイゼリアってやっぱイタリアだから、イタリアレストランじゃないですか。調べてみたらですね、死ぬまでに行きたい世界の国ランキングトップ10の中の1位が実はイタリアなんですね。イタリアってみんな行きそうで行かないじゃないですか。で、これサイゼリアのこれメニューなんですけど、これ見てください。これもう、老後のこれ幸せな、絵に描いたような、これ。幸せがここには。みんななりたい、保険を持って、なりたい姿が、将来の夢がここに、すべて書かれてますよ、これ。これ保険のチラシだと思います。サイゼリアのこれ、メニューの表紙です、これが。っていうところなんです、まず。これエスカルゴあるじゃないですか。営業するんですこれって結構使えるなって。ご家族とかってね、保険とか。この容器があるところはサイゼリアだけ。これが営業中になりますよと。あとこの名画の提案することによってですね、よくあるここの絵はね、ラフェロ・システィーナの聖母のここの部分。切り抜かれてるからこそ、いつかは見に行きたいわけですよね。本物ね。だからイタリアにしか見れないから。イタリアに見に行く。じゃあこの保険って何かっていうと、お土産にマグナム渡して、満期になったら、マグナム乾杯しましょう。イタリアに行ってくださいと。夢の国ですから。行きたいランキングナンバーワンの国に行けるというために、サイゼリアを案内したんだということが、意味が出るわけですね。結果的にもう崖ですよね。あと一歩出たら。確かに。すごい難しいですけど、何が嫌かって、まず、あからさまに歓迎されていないと。世界で一番話しにくい場所だと思いますよ。で、なえる。どう考えても決まる気がしないと。どうするんですか、これ。みんな、玄関先の場合。いや、もう一生懸命話しますよね。ここで座って。座ったりとか。
座るとこないと立って話しますよね。ですよね。だから座れないっていうのが問題ですよね、うん、この状況で話せない商談ってなかなか決まりづらいな。よく営業の言うのがほらセールスお断りみたいな、はい、看板っていうかそれ建具で貼ってる人買っちゃうから貼ってるんだみたいな、うん、同じようにですね、多分ね玄関先を会う人っていうのはね正面を向いたら買っちゃうからなんですね、うん、だからダメだということで、玄関というのは靴を脱げないっていう状況なんですよね。だからやりにくいところなんですけど、玄関のためにですね椅子自分で持参するの結構やばいなと思って、簡易用のあれをこうやって持ってって、ちっちゃなテーブルとか持ってってキャンプ気取りにするんですよ。電気代がもったいないので、ランプ持ってきたんでちょっと電気もったいないんでって、その分ちょっと保険で使ってくださいとかいうアイスブレイクが必ず出るんでいいんじゃないかなと。これ重要なのが殺伐としてですね、うん、商談で最も決まりやすい場所って自然の中って言われてるんですよ。そうなんですか。私は言ってるんですよ。言ってる。その証拠にですね、新発食堂ってわかります、はい、あそこの BGM ってやばいですからね。これ新発食堂の BGM、 虫の鳴き声。そう、うん、新発食堂の BGM を演出したりするのも相当面白いと思います。これが玄関での対応を。で、もう一個、ズーム。ズームはですね、立ってます。これ YouTube にもいろいろ書いてあるんですけど、もうアイスウィークも簡単で、ズームは、すいません、お茶も出さずにとか、寒くないですか詳しくはちょっとウェブで使えるアイスブレイクっていう、ここに全て、もう立って待ってるだけでも十分。そっから私が言いたいのはね、どうせ玄関もサイゼリアもズームもどうせ決まらないじゃないですか。決まりにくいわけですよね。でどうせ決まらないことを成功法だっても意味がないと思ってる。どうせ決まらないんだから。だったらもう逆にチャレンジする場な、営業力を試す場というか、置きに行かない場なんですよ。置きに行くのはルノアで置きに行けばいいじゃないですか。決まりやすいってことだよね。決まる。決まらないですから、こんなので。だったらもう立って待ってるんです。結局、こういうのってですね、克服して、サイズ入れに決まったりすることによって、箔がつくんですよね、皆さんの。そうすると異名が与えられるんですよ。サイゼリアの。高山とか玄関商談のマサみたいなそういう名前が出るんですよ。だからそれこういう風に勝ったこういう風な風に決まったって、あの人はただもんじゃねえってなるし、これで決まるお客さんってマジで紹介してくれると思うんですよね。サイゼリアです、紹介しやすい、紹介しやすいかもしれないですだから向こうかお客さんからちょっとサイゼリアでぜひとか言われるなって初めて本物になれるんじゃないかななんていうふうには思ってます。つなぐんは保険営業マン向けに LINE 公式の構築で担当者のブランディングをサポート、さらに週1で作成している FP 情報に関するアニメーション動画とテンプレート文章を配信コンテンツとして使っていただけます。過去動画も含めるとすでに100本以上、今もなお更新中。お客様が1000名以上がワンタップで一斉配信ができます。保全はもちろん、セミナー営業やリーズ営業、行きづらいイニシャルマーケットなどの新規開拓をつなぐんがサポートします。使用料は月額5980円からリーズより安い、回収職より安い金額で定期的にアポイントにつながり、何より顧客満足につながります。一生保険営業をやるならつなぐ。最後にですね、ツイッターとかも皆さん強いで使ってると思うんですけど、まずですね、エアリップは絶対しちゃいけない。あとクソリップっていうのは絶対やっちゃいけないですよね過剰書きまんま営業とはみたいなの書かない方が、それお客さん見てますから。で絶対これマウント取っちゃいけないですよね、うん、答えづらい引用リツイートをしない、こういうマークの絵文字とか、どっちとも言えないなみたいな答えづらいことしないと。あと最近これを買ったとかも、不動産の時もそうだったんですけど、ロレックスはめてろって言われたんですよね、うん、当時は。じゃないと儲かるって思わせられないしってあったけど、今時代は違うかなと思いますね。寝てないアピールをしないですねだからこれがエクカマコカネって、エクカマコカネで覚えてもらって覚えづらみたいなので、ご清聴ありがとうございました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。視聴者の保険営業を勉強してる方に最後一言もらってもいいですか、はい、まず重複しますけど、決まったと思って金曜日とか休みの前の日には全て決まったと思って、まず話はそこからですね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、あのちょっと一個だけ気になったのが、あのなんで首に USB 下げてるんですか。あ、これは DJ やってるんで、それの音楽データつながる会員になると過去のアーカイブ動画全部無料で見れるようになってるんで、はい、ぜひ登録していただけると嬉しいなと思います。
登録したいとか、セミナー見たいっていう方は、はい、概要欄ですか？そうですね、概要欄にサイトとか、LINE 公式とか載ってるんで、そこにメッセージいただければ大丈夫です。興味ある人は、ぜひ概要欄のリンクから、はい、登録お願いします、はい。よろしくお願いします。じゃあ、本日はありがとうございました。ありがとうございました。